こんにちは私はキャタピラー社のジェフ・ペインです今日は TA1 と TA2 についてお話ししますこれらはよく耳にする用語ですがその正確な意味をご存知でしょうか TA1 とはテクニカルアナリシス 1TA2 とはテクニカルアナリシス2のことですどちらもインスペクションつまり車両検査ですがこの2つには違いがあります TA1 は外観検査で装置やマシンをチェックし摩耗や 漏れ、異常な雑音などがないかを調べるベーシックな点検ですかなり綿密な検査ですが時間はそれほどかかりません TA2 は TA1 よりずっと詳しい検査です分かりやすく言うと例えば私たちが人間ドックに入って自分の健康状態を調べてもらうようなものです マシンの場合はメカニックが出向き油圧を点検してサイクルタイムや出力を調べるなどマシンの徹底的な検査を行います。 では何のためにそのような検査をするのでしょうかそれはもちろんマシンの性能を最高の状態に保つためで絶好調のマシンを運転する方がポンプの損傷や馬力の低下トランスミッションの不調などで生産力の落ちたマシンを動かすよりも所有経費や運転コストを節約できるからですその方法はいろいろありますがより綿密な TA2 インスペクションを受けるのがベストです TA1 および TA2 インスペクションについての詳細は最寄りのキャットディーラーまでどうぞキャタペラーマシーンの点検はオーソリティであるキャットディーラーに是非お任せください。